夏場は暑い屋外と冷房の効いた屋内で温度差があるなど体温調節が難しくなりがちですこうした状態が続くと夏特有のだるさを感じてしまうことが少なくありませんそんな夏の疲れに効果的なのはやはりお湯にのんびり浸かって心身をリフレッシュすることでしょうでもこの時期はついシャワーだけで済ませていませんか花王の調査によると 夏場に毎日湯船に浸かって入浴する人の割合は約3割と冬場の半分以下になるそうですあまりに熱いお湯に浸かると入浴後体がほてったり汗をかいたりしてしまいますですから簡単なシャワー入浴になってしまう人が多いようですとはいえ暑い夏でも足先やお尻お腹などを触ってみると冷えを感じたりしませんかそれが慢性的なものの場合 冷え症なのかもしれません。夏の疲れのほか肩こり、腰痛、冷え症などを解消するためにも、血行促進効果がある湯船入浴が大切というわけです。そこで、おすすめしたいのが38度くらいのぬるめの入浴です。この4でも血行を良くする効果は得られます。炭酸ガスを発出する入浴剤を入れると、さらに血行が促進され、温浴効果が高まりますよ。 湯上がり後のホテリ感を和らげるクールタイプの入浴剤もあるので、使ってみてはいかがでしょうか。それでも、ホテリ感や汗が気になる時には、体に塗ると爽快感が得られるシャワー剤を併用するのもおすすめ。体に塗ってシャワーで流すだけで、湯上がり後も体をサラサラに保てます。蒸し暑さはこれからが本番。だからこそ、入浴の効果を見直し、厳しい夏も元気に過ごしたいですね。